稲ネ先生は、移住院生による自伝的小説。小説スバルにて2009年8月号から2011年に1月号まで連載された。2012年1月から2014年1月まで、農場淳一作画で、グランドジャンププレミアムにて漫画化された。また、2013年9月15日に、藤原達也主演でテレビ朝日系列で、テレビドラマ化。 2014年3月2日に、国村春主演で、NHKBS プレミアムで、背景、色川先生のタイトルで、テレビドラマ化された。色川舞台との出会いにより、最愛の妻で女優の夏目雅子との死別後の大きな、悲しみと、自身が陥ったアルコール依存症や、ギャンブル依存症からの再生を図る姿が描かれる。2011年12月に創刊された。 グランドジャンププレミアムにて、第2号から第26号まで、農場順一作画で漫画化された。2013年2月19日に、第1巻と第2巻が同日に発売されたことを記念して、移住院と農場の合同サイン会が、三省堂書店有楽町店にて行われた。単行本は、全4巻。ドラマスペシャル先生として、年月日に、 テレビ朝日系列、日曜、エンターテインメントにて放送。主演の藤原達也と監督、脚本の源の隆は、同局で2011年2月26日に放送された、テレビドラマ、異婚あり明治13年最後のあだうち以来のタッグとなる。キャストスタッフ、ありがとうございます。